フォームとしてはかなり側転エルボー綺麗な方でしたよ、今日は。綺麗な方って言ったら失礼かもしれない。あれ？レフェリーが入っちゃった。惜しい。これはいいよ。やってしまいました。フォールしてどうするんですか、一体。退場ですか、これひょっとして。フォールされたんで。なーに。手あげちゃう、吉田麻里子も吉田麻里子でした。一応、村山さん大丈夫ですかっていうところがさすがです。村山レフェリー負けたんだから、出なきゃダメですね。今のはおかしかった、本当に。レフェリーコールが。レフェリー。いいな。人気出ちゃうかもしれないですね。でまたちゃんと試合戻るわけですね。吉田があの表情一つ変えるとぼけた顔でやるからこれがいいんですよね、またね。ちょっとね、変わった落とし方ですね。え、行くか。あ、あれ、いなくなっちゃった。あ、そう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 、下が上手かったのよ、これが。あ、ちょっと逃げろ、井上京。よし。あ、追っかけてますね。どこまで逃げたの。あれ、私見えないじゃない。あれ、階段を、あ、客席の中をずっと。これは鬼ごっこですか。ってどこまでも追っかけてくる。あ、よし。あそこで背面アタックやるんですよ。一応技も出ちゃうからね。あの仕切りのところに乗っかって背面アタックやったんですね。ここまでも追っかけてくるから吉田も。しかしあの仕切りから背面アタックやった人って初めてじゃないですかね。この辺で。でも運動場にしたんだからいいんじゃないですか、この辺は。さすがにあれ誰も写真撮ってないらしいですよ。あんなところで技出すと思わないから。あれどこでも練習できちゃうんですよ。あのね、工事現場のやつ黄色いのとか置いてるじゃないですか。あれとかにね乗っかったりしてね、いつも練習してるんです。で時々ねあれ倒れちゃった時が。工事現場の、まあ皆さんも多分あちこち飛び乗ってる井上京子の姿を見るんじゃないかなとどっかで思いますけど。思いっきり落ちちゃった時あって、まあ、気をつけてください。なんかかと思えばこういうシーンがあると、シングルマッチが何度も始まっては終わりって感じがする。試合時間10分経過、10分経過。なるほど。マルちゃんのドロップキックは下からね、突き上げる、突き上げる感じですね。突き上げるんですよね。だからやっぱり足が短い人のドロップキックって感じじゃないですか。やばい、そこに行きますか。うん、なんかとってもだからサポーターしない方がいいと思う、あの選手は。うん、両膝にサポーターつけたらさらに足が短く見えるような、うん、ああ、ね、膝に立つみたいなもんですね。そうですね。もう足短いですからね。だから短い姿勢されてますよね。ああ、なるほど。そういうの簡単。お、三角跳び。これはもう本当に吉田選手が相手ながらも、うん、自信を持ってる攻撃ね。あれまた外に行ったり中に行ったりするのもあるんだね、うん、あれでキックとかもあるんですよ。あのミサイルキック、うん、そうそうそう。まだちょっとそれは未完成みたいですけど、うんうん、ミサイルキック、はい、そうそうそう、ありますあります。え、外に、あ、うん、あ、戻ってきて、はい、3つあるんですよ、それにボディアタックもあれば、ボディアタックの外と中と、でミサイルキックと、まあ中へのミサイルキックと。なるほど、なるほど。まあ、外へのミサイルキックはちょっと厳しいと思うんですけど。いや、怪我します。あの吉田じゃなくて、あの京子選手がね、いつも履いてるシューズ、はいはい、もう短い方ですよね、はい、これは特別な理由っていうのは、あ、ふくらはぎが締め付けられちゃうと。返せ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 、よし。締め付けられちゃうと、うん、長いのはダメなんだ、やっぱり。でもダメなんですよ。あ、返せ返せ、よっしゃ。吉田の顔がいいですよ、おーっていう声、おーっと驚きの、あれは忘れないでほしいな、いつも。いいですよ、あれを見たら応援せずに呼べない。 DDT、 いい形ですよ、あれは。これが、よし。あ、結構危ない。どけ、やめて、もうやめて。これ食らってたらまずかったですよね。
ちょっとは焦って出しすぎたなって感じね。でこれ食らってたらちょっと危なかった。この前の DDT が結構効いたんですよ。聞いてて、あーなるほど。いくよー、お願いします。でももう飛ぶ飛距離は体で覚えてるって感じですか、うん、そうですね。相手をここでボディスラムで落としておいて、はいはいはい、あとは飛び、もう見ないでも飛ぶって感じ。はい。あ、マルちゃんもね、これは。カイ、カイさん何やってんだ。おお、たまた危ない。回転技は要注意ですね。そうですね。おあ、これはすごいわ。すごい。これはもう読んでますよ。読んでた。これは読んでる。もう大体読みますもん、マルちゃん次何来るかって。もろ直撃しましたね。なるほどね。でも飛んでる時ドロップキック食らうと筋肉食らっちゃうって感じでしょ。あ、トヨタも何見たのかしますね。返せよ返せよ。うん、でも同じトヨタマナミ的なあの回転エビでもね、うまさというよりは今の熱血回転エビ型みたいな。もう絶対丸め込んでやるみたいな。うん、だってうまさじゃないでしょ今のは。そんで自分もコロコロ丸め込まれやすいんですよね、うん、だから反射神経がいいのがかえってね。いやいや、そう。あー、ネチャラス、これは危なかったですね。すごく返せ。うん、結構危なかったですよ、今のって。あと頭重いから投げ切れなかった感じね、なんか万歳。これもう止めたのよ、ごめんなさいね、まりちゃん。これは膝を謝ってどうするの。試合中はね、この野郎と思ってるけど、今見るとデンジャラスだなと思って。そんな飛んでくる人にね、膝立ててたらね、結構意地は悪いですよね。はっきり言ってね。でまたここで吉田コールがかかっちゃうと思うね。あの吉田真理子は応援しやすいタイプなんですよね。応援したくなると。応援したくなる。そう、笑った時の顔もあるけど、泣いた時の顔もあるし。返されるね。甘いな私。まだ早いからです。あの、なんでこんなところジャンボ出したんだろう私。深くだな。深く？結構こう。やだな。まあ一応背中向いてたってことで相手が。今ヘッドシダースこそ来そうになったけど、やっぱり足が短かった。いいなそれ。絶対そうでしょ。普通ヘッドシダースかなんか来るでしょあれ。足が伸びてないもん。これとりあえずあの前のなだれ式のやつがすごい効いてて、効いてて、まあ、とりあえず自分どうにか、あ、ヘッドロックしながら少し回復を待つ。ああなるほどね。ちょっと考えてたんですよ、あこれまずいなと思って動けないよって。後から来ますかそういうのも。もうやった時にそれ落とされた時にガーンって来たんですけど、ガーンって来て、あしばらく大引くっていうか、しばらくもう、はい、うん、DDT も結構効いたんですけど、あの DDT すごかったもんね。すごかったですね、うん、ああいう技を食らうと体重あると逆にダメージ大きいんでしょうね。そうかもしれない。本当の本当の本当は今何キロなんですか。本当は73キロぐらいだと思うんですけど。本当に73キロ、うん、あもっと太く見えますよ。80キロぐらいあるから、ね、あでも食べないときは71ぐらいなんですけど、はい、ご飯食べちゃうと74ぐらいいっちゃう、うん、だから食べると3キロぐらい。これマリちゃんも肩相当痛いんじゃないかな、うん、よいしょ、これは当たりがちって感じね。あ、これはでもお得意じゃない。カンパーナーですね。疲れてるな私も。もうちょっと疲れてなかったらもっと引っ張れる。